こんばんは。こんばんは。高知から第2回。なんか、こんばんは。こんばんは。高知のジャパンツアーに参加して、それで、淡路の親友がですね、車でやってきてくれて、今一緒にお部屋でおしゃべりをして、そうですね、この絵をね、あの淡路島のそのあやちゃんが描いて、もともとすごい絵を見るその審美眼というかすごいなって思っていて、で彼女が初めて描き始めたんですけど、その処女作をなんといただいてしまって、ちょっと今この旅館の床の間に飾っております。いやなんかな、なんかなとかつって、このさ、この映りますかね、この交差している部分にバラみたいな模様がね、なぜか出てるんですよね、あやちゃん。そうなんだよね、最後になんか出てきたんだよね。そうそう、この床の間にこの絵だから、だいぶちょっとシュールな絵面になっていますが、でもこのね、なんか、あ、そう、そもそもこの絵を描きたいなと思っていたけれども、絵を描くまで時間がかかったというか、まあ今初めて絵を本気で描こうかなと思った、気になったのは、それなんででしたっけ？絵は好きで、うん、あいちゃんちょっと音楽もうちょっと小さくしちゃうかいいんだけどね、全然、うん、絵は好きで、うん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 、結構買ったり持ってたりとか、うん、見たりしてて、うんうん、でインテリアが好きだから、うん、部屋に飾った時にバーのエネルギーが変わるような、うんうん、絵とか、あ、見た時に自分の心が変わるような絵が好きで、でもそれを扱ってなんかこうビジネスしたいっていうのもあって、うん、あれしてたんだけど、うん、あ、なんか買い付けとかも行ってたよね。あ、なんか古い絵っていうかね、うん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 、イラストとかなんだけど、うんうんうん、で1年ぐらい前からその自分がイメージするものを、うん、抽象画はこれが初めてなんだよね。ほう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 。で、なんか、ふむふむだよね。人物の絵とかをちょこちょこ描いてたんだけど、うん、抽象で描いてみようと思って、自分の部屋にあったらエネルギーが上がるなっていうのを、描いてみました。で、なんかカノンさんにプレゼントしたいなと思って、ありがとうございます。うん、これさ、これちなみに初歩的なこと聞いていい？うん、この絵の具なの、絵の具なのっていうか、油絵の具なんだ、うん、それをどっかで画材屋さんとかで買ってきて始めたの。私物作ったりとか、うん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 、なんかちょこちょこ描く、でも本気でっていうよりは、うん、なんか描くことがあって、うんうん、結構油絵の具いっぱい持ってんね。あ、そうなんだ。そう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 。でゴールドとかのこういう光物の絵の具は変わったり、パール色とかも。あ、これパール色なの？パール色を真ん中に入れてあるんだけど、うん、レッドパールとかグリーンパールとか、へー、パール色だけでも何種類かあって、へー、あ、だからなんかこう、この角度によってもまたちょっと輝きが違うっていう感じなのね。そう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 、うん、へー、なんかゴールドでも何種類もあるんだよね。うん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 。なんかこうその時ピンときた色があって使ったんだけど。うんうん、なんか部屋にあったら、うん、気分が上がるなっていうのを意図してます。これさ、うん、そのさ、書いた時、あ、これどうやって書いたのかちょっと教えてくださいよ。うーん、
なんか、うん、使いたいって思う、これ、うん、この色があったらいいなっていうのがあって用意して、うん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 、まあ何も考えずに、うん、自分の頭の中にあるイメージ通り描いてみた、うん、その描いてみたというか、あ、ここにこうなったらいいかなっていう感覚で描いていったんだけど、うん、なんかちょっとその自分の意識が明確にある状態だけだと、うんうん、なんかうまく、うんうん、なんか物足りない感じがあって、うんうんうん、自分の意識じゃなくって、うん、なんかこう潜在意識から出てくる動きがあるといいのかなと思って、うん、目つぶって書いてみたり目つぶって書いてみた、目開けてたら、うんうん、本来表せるものが表せない、うん、意識が邪魔して、あ、そう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 、思考がっていうか、うん、なんか自分の枠を出ないものになるっていうか、あ、目つぶって書いたんだ、一部ね、うん、全部じゃないんだけど、うん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 、この微妙な色加減も気分で選ぶのねって、うん、そうそうそ う, そう、ありがとうございます、うん、そう、すげーって、ありがとう、ね、嬉しい、いややっぱ表現するってすごいよね、うん、エネルギーが一気に上がるよね、あ、そうそう、そのエネルギーのかけらだもんね、これ、あやちゃんのね、うん、そうだね、うん、まさに、うん、書いたら、うんうんうん、すごいスッとするし、うん、なんか多分自分が最も気分上がるものが、うん、多分自分自身が、確かにみんながそうって意味やねんけど、確かに自分自身が一番自分がエネルギー上がるものを作れると思う、そうだね、自分の中にしかないから、あ、自分の中にあるものを描いてるから自分が一番エネルギーが上がるものになるんだ、そうそう、あるけどまだ具現できてない、うん、だけど自分の中にある、うん、自分の最高の理想の、あ、これじゃあさ、エネルギーとかさ、あやちゃん版本音ノートみたいなもんだね、あ、本音ノートっていうのがあるそうなのいや、なんかね、こう本音とか私はなんとかみたいな感じでこう書いたりしていくっていう、でその自分の本音をこうキャッチしていくっていうのがあるんだけど、これはあやちゃんの中に眠っている本音っていうか、そうやな、多分出せてなくて出したいエネルギーなんだね、そう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 、そう、表現イコールエネルギー、エネルギーの発露だよね、そうだね、言葉とかにすると、うん、言葉書くのも好きやけど、うん、ある程度なんかさ常識枠に入るやん、そうだね、うん、あと固定するから、うん、同じ言葉で人によっては解釈違ったりとか、うん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 、でもここには言葉がないから、うん、見る人によって、うん、感じ方が自由なのがいいよね、なるほどね、確かにその人の中の一番見たいもの、うん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 、引き出したい自分が見れる、うん、なるほど、うん、その絵を通してね、そう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 、うん、まあ何のアートでもそうだと思うんだけど、うん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 、なるほどね、鏡だよね、絵は鏡ですか、うん、そう、自分を見てるだけものですか、うん、何を見てもそうだけど、お茶を見てもお茶も鏡ですか、お茶も鏡だよね、自分の、え、どういうこと、どういうこと、あ、だって今ここに旅館だからね、はい、こんなお茶があるんですよ、 このお茶をね入れてくださったんですよ、あやちゃんがね、そう、お茶があるけど、うん、ありがたい、うん、同じお茶見て美味しそうと思う人もいるし、うん、あ、 ありがとうございました、うん、なんかさそこに何を想像するかもみんなそれぞれ違うやん、確かに、その時点で自分だよね、うん、うん、あとさあれだよね、お茶もさ、うん、その人のエネルギーが入ってるよね、あ、入る、だからあやちゃんが入れてくれたお茶を飲むっていうこれも、うん、本当エネルギーをいただ、そう、料理もそうだね、うん、エネルギーをいただいてるって感じがするし、うん、あ、
まさにそうだよね。空間もやっぱエネルギーやから、うんうんうん、美しいものは見るだけでエネルギーを補給されるよね。見るだけでエネルギーを補給ね、うん、料理とかも、うん、か全部そのカノンさんのラピスもそうだけど、うん、だから高知来て、うん、あーなんかこうヤシの木みたいな、あの南国の木とか、うんうんうん、あれを見てはーって思うけど、うん、それもまたそこでいただいてるよね、循環させてるよね。ああそうね、高知の大地のエネルギーを、うん、あるよね、うん、もらった、うんうん、なんかあやちゃんがさ、なんかあのダンスとかをするじゃないそれダンスとかをして、ダンスって世に言えるかわからない、あのね、こう妙な動きというべきか謎のダンスをしてくれるんですよ。謎のダンスなんですよ。そう、そのダンスはあれだよね、うん、なんか決まった方があるんじゃなくて、ない。とにかく手の動きに身を委ねるダンスなんだよね。そう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 。ね、だから例えば、あ、第一関節動かしたいなとか、うんうんうん、なんかあ右腕を動かしたいなとか、うん、首をみたいな動かしたい場所が出てきて、うん、それに沿って動かしてると、うん、あのもう考えないでも体が動く、うん。あれになってストレッチも多分兼ねてて、ね、あだから伸ばしたい場所を伸ばすみたいな感覚に近いんだ。そう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 、それは自分の体が一番どうしたらいいか分かってるから、うん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 、なんかあのそれをすごいやり始めたんで、体調腰がちょっと仕事で痛くなったりした時に、うんうんうん、いつも直しに行ってたところに治らなくなって、うんうん、でなんか自分でその動きたい場所を動かしてみたら治ったの、うん、すぐ。はあ、なるほどね。うんうん。それからあのやるようになった。それをするとあのエネルギーを感じやすいんだよね。空間のなんか手調整できるっていうこと。そうやな。うん。そう、自分の一番不調のとこを無意識が分かってるから。うんうんうん。最適な動きをする。なるほど、うん、逆に肩にはめずに委ねた方が一番いい動きになるってことだ、うん、そうやな、なるほどな、感覚こそ私であるってことよね。そう、そうだよね、うん、こんな感じでコメント、うーん、すいません突然ジョインして。いやいいじゃないですかこの映画、あなんか輝き出したような気がするね。あれ角度なのかしら、うんうん、意識が乗った、ね、そうだね、うんうん、そうですね。いや、うん、どうですかあやちゃん、うん、最近は、最近は、うん、最近は、うん最近はどうですか。最近、なんか本体が加速して、うんうんうん、その自分のなんていうかな、制限が外れていってるよね、うん、って感じかな。どんな制限？人との関わり方とかも、うんうんうん、なんだろう、こんなこと言ったら嫌かなとか、うんうんうん、傷つくかなとか、傷つくっていうのすごい心配して今まで配慮してたね、うんうん、言葉を。でもなんか知らん間に外れていったなっていうか、うん、まあ本体って言っても魂そのものの自分って意味やけど、うんうんうん、なんか、うんうん、なんだろうね、相手の反応を伺う、うんうん、その時間があんまなくなったよね、うん、ふっと思った言葉をそのまま言えるようになってきたっていうかね、うん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 、そうすると楽だよね。
楽、めちゃくちゃ楽だよね。うん、インスピレーションを制限しないから止めずに共有できるから、そうだね、シンクロも半端ない、ちょっと恐ろしくなってるよね。いやだってさ、ほんとさ、昔からあやちゃん知ってるけど、うんうん、あやちゃんの本当はそういう感じなんだけど、うんうんうん、なんかあれ全然本人はなんかこう、うんうん、いやいや私なんかみたいな感じじゃない？うんうんうん、遠慮遠慮遠慮気味、遠慮気味みたいな、うん、いやもう全然私が見えてるのはバーン私ですみたいな、うんうんうん、私最高みたいなエネルギーのあやちゃんしか見えてないんだけど、それとなんか全く認識ないよね。自分はそんな風に全然思ってないからさ、だからそれのギャップが驚くよね毎回、うん、みたいな、あれ私なんか幻見てたっけみたいなさ。周りにはだから結構周りの人には見えてたりするんだよね。そうだね、本来の姿は、うんうんうん、自分が一番やっぱり分かりない、 すっごい思考のフィルターが入るから、うん、あるある、思い込んでるからさ、うんうん、そう、私思ったことをすぐ口に出すのダメだと言われたなって考えて喋れって、うん、言われるよね、言われるよね、言われるよね、うん、考えて出すことがさ、うん、本当に思ってることでなかったらどうなんだろうね、まあ、よじれるよね、うん、でもまあそういう人、その人はやっぱりそうやって思って育ってるから、うん、そうなんやなって感じはするよな。なんかやっぱりだから遠慮なく本当に思ったことを言うっていうのを、うんうんうん、やるのをやるようになって離れる人もやっぱいるよね。うん、そうだね。うん。うんうん。で離れる人はやっぱり、本当のことじゃなくても、うん、合わせて、うん、心地よい言葉の方が欲しかった人だろうなって思う。そうだね、うん、でもそうするとその人に合わせて心地よい言葉を繰り出さなきゃいけないからちょっと辛くなるよね。うん、なんかそれを全然できてた自分もいたんだけど、今まではね、その自分も怒りを感じたくなかったから、相手が怒らないように、うん、心地よい言葉とか欲しいんだろうなって言葉を言ってしまってたから、うん、それはコントロールなんだよね。そうだね、相手をコントロールしてしまったから、あ、相手がいい気分になるようにっていうことね。そう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 、相手を自分が、うん、こうあってくれたら楽やなっていう状態にするために自分が出してることだから、ね、相手に合わせてるようで本当は私が相手コントロールしてたなって気づいた。私の気づきですね。あ、それ結構衝撃ショックだったね。だから思ったように喋ってるのが、うん、逆にあの 自我が出てるように思えて、うんうんうん、実は、うん、サレンダーしてるよ ね、 そうだね、降伏してるよね、うんうんうん、あのどう思われてもそれは御社に、あ、御社にじゃない、あなたに委ねますっていうね、御社にね。そうそうそう、うんうんうん、そう考えるったら喋る気がなくなる、考えると本音じゃなくなるからモヤモヤが残るんだよね。そう、ほんとね、でも思った瞬間に言ってみる、うん、そう、結構あれだね、カノさんとかにまし言うの増えたよね。増えた増えた、全然増えた。思いつきで、思いつきの LINE も増えたしね、うん、増えたし、もうそうすると私も思いつきで送れるよね。あ、そうそうそう、お互い時間も関係なくね、そう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 、うん、ちょっと今までだったら遠慮するような提案も全然できるし、本当言っていいんだよね、うん、言ってギラギラ笑い合える、あ、それ最高、そこの仲間で、うん、広げていきたいよね。うんうん、そうそうそう、生きていきたい。うん、本当本当。その周波数で折れる関係性がどっか一つでもできると、うん、それが増えていくから、自分の人生に、そうだね、出会いがね。そうだね。腕痛くない？だけどっかに立てかけようかな。立てかけられるかな。もうその部屋って大丈夫だよ。ラピスに焦点が当たっちゃった。うん。うん、そうね、うん、いやそうです。あ、光った光った、うん、これスペシャルだよね、うん、ね、いやほんとね、うん、まあ
大ちゃんのおかげでそういう私も気づきがまたさらに深まって、まあなかなか文章にするのは、うん、難しいのでインスタライブですが、うん、なんかそういうなんだろうな、ふっと思ったそのままをペラペラって喋れるって結構奇特なことよね。奇特、うん、あ、この石は何ですか。そうですよね、すいません、この石が急にフューチャーされて、アフガニスタン大使館で、それも大使館、あ、そうだ ね、うん、アフガニスタン大使館でおすすめしていただいたあのお店で買ってきたラピスラズリの原石なんですけど、音聞こえるかな、うん、そう、いいなと思ってちょっと今日一緒に持ってきて、ただ石キラキラしてんの、あ、そうか、このねハイライトが出てるんだよね、すごいキラキラ、こんなん見たことないよ、ね、うん、キラキラです、やばいやん、キラキラ、よいしょ、よいしょ、あれじゃない、なんかカノンさん小学校の時からラピス持ってた、そうね、小学校の時から、ね、マニアックだな、うん、びっくりした、そう、うん、縁があるんだよね、うんうん、最近ね、ふみとさんとかラッピーちゃんとかもね、うん、ラピス、そうだよね、キラキラで、あのラピスもすごかったね、綺麗だな、この画面越しで見ても綺麗だもんね、うん、うん、実物もさらにすごいキラキラだけど、いいね、ときめくな、こうお店で見た時、ね、まさにカノンさんと思った、これだなって感じだったよね、うん、これやなと思った、とりあえずこれは持っておこうみたいな、そう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 、驚くほど安いんですよ原石なのに、うん、ね、うん、寡黙なアフガニスタン人の店主の方と奥様なのかね、いらっしゃって、うん、まさに地球やな、そうだね、うん、まあそんなことをゆっくりしっぽり考えております、うん、高知の夜です。まあでも本当来てよかったね、来れてよかったなと思う、うん、ね、東京からやもんね、ね、うん、まあでもよかったな、幸せだなと思います。これは何、インスタライブ、そう、これはインスタライブ、うん、ウェーブっていうのがあるの、そうなんだね、うーん、ちょっと私も機能が今一つ分かってないですが、うん、でも、うん、なんだろう、意識のこととか、うん、エネルギーのことってずっと、ジャパンツアーなんですよ、うん、あ、そうだよね、うんうん、ジャパンツアーコーチ、うん、うん、うん、意識の時とかエネルギーのこととか、なんかなんだろう、一人でさ、そういう風に現実とそれを使ってどう変化するかはすごくなんかやってたと思うけど、うんうんうん、なんだろう、カノンさんとの間で、うん、最近それがさ、イキのあの天の川伝説行った時に、うんうんうん、あの本体と肉体の意識がはっきりした後、うんうん、やり取りになんか遠慮とか制限がなくなったよ、そうだね、うんうん、あれ何だったんだろうね、あれ何だったんだろうねっていうか、あそこあれいつだ、あれやっぱ天の川の後だよね、うん、天の川確実に、ね、すごいことになって現実的にも、うん、なんかシンクロもミラクもやばくなったよね、そうだね、うん、うん、なんか一人でもそれを共有できる人がおると、うん、なんかそれだけで自分の意識はものすごく変わるから、うん、なんか全部が変わっていくね、そうだね、うん、うん、その関係を取れる人が増えていくっていうかね、そうだね、うん、そう、エネルギーが溶け合う感じかな、う
うんうんうん、なんか、まさにそうですね、分離感を味わっているはずの地球で、うんうん、あなぜかここは溶け合っているなっていうのが、そう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 、なんかこう実感として分かるというか、うんうん、でも宇宙の話とか、まあ、こういう話とか、うん、そんな風にできる人が身近にいる人の方が少ないし、少ない今ね、うん、まあなんだろうな、なんかこう一人の時間の中でやっぱりゆっくり醸成していることもめちゃくちゃ大事よね、うんうんうん、あるね、一方で、うんうん、まあだからこそ出会う人もいるだろうし、あそうだよね、うん、だからその一人、うん、孤独を感じてた時代もさ、あ大事だね、そう聖なる孤独、うん、素敵な言葉、うん、本当聖なる孤独、なんかそこの時に深めてるからこそ、うん、出会った時に共有できるものが深いんだよね、本当、うん、そうだね、うん、やっぱりおおっていうびっくりするレベルのさ、うんうんうん、共有とか深いインスピレーションくれる人って、うん、やっぱり孤独な時味わってる人多いよね。そうだね、うん、やっぱ自分の意識がこう内面に向いているとどん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 意識が深掘りされていくから、うんうんうん、そのレベルを日常のなんかこう、うん、会話の中でポッといったって、うん、全然意味不明、浮いちゃうしなんかこう分かれうん、で自分もそれによってなんかこう傷つくからあんま言わないし、うんうんうん、でどん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 こう聖なる孤独を深めていくみたいな、うん、でもだからこそ誰かと分かり合えた時の、うん、はあ私以外にもう一人いましたみたいな感覚ってあるよね、なんかね、あるね、うん、いやだ我々さ本が好きじゃないですか、好きやね、やっぱりこう聖なる孤独時代にポンとポンと会話して、うん、自分を深掘っていくっていうか、うん、本を読みつつ自分を深掘りしていくっていうか、うん、自分の意識を旅しているみたいな、うん、なんかそんな感覚よね、うん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 、そうそう、本が友達だよね、本が友達だよね、本当本が友達だし本が先生だしね、うん、やっぱり、うんうんうん、本のね著者とか偉人も、うんうん、なんだろう、その読んでる時には、うんうん、来てくれる感じがあるよね、あそばで見てくれてるというか、うん、その名作って言われる本とかは、うんうん、本当に魂が宿ってるからさ、膝つき合わせて、うん、なんていうの、本当個人事業してくれる、うん、来てくれる、うんうんうん、そうそうそう、そう自分のためだけに、私もああカノンさん孤独を味わった時代はあるって、もう、うん、それはもうほぼずっとですよ、なんなら孤独マニアぐらいほぼずっと、ほぼずっと孤高の帝国を誰も誰も知らない孤高の帝国、地味にそう、それでいいんですよね、それでいいよ、速読はね、速読はなんか読むのは多分すごく早い方だと思うんですよね、なんかこう飛び込んでくる文字しか読んでないって本も結構多いので、うーん、そうなんだ、うん、そうそう、本からエネルギーもらえるよね、うん、もらえるよね、うん、なんかね全然関係ないんだけど、うん、書店員さんが選ぶ本屋大賞ってあるじゃない、うん、あるある、なんか今日飛行機の中で新聞読んでたら、うん、その自分がすごい書店員さんがおすすめしている本があって、うんうんうん、でそれを一冊売れると、うん、こうしおりみたいなスリットだっけあるじゃない、 あるね、あれをピッて取って、うん、バーコードでピッて読み取って、うん、でなんかこうもうあとは別に捨ててもいいらしいんだけど、うん、それをピッてレジのところの横の箱に置いてあるってことはその一冊が売れたっていう証拠になるんだけど、うんうん、その書店員さんはずっとその売りたかった本が欠品欠品で売れなくって、うん、でもようやく売れ始めて、大量に仕入れるようになって、でこうレジをこう見るとその大好きな本のスリップがあるのを発見して、もう嬉しくて、うんうんうん、それだけこうちょっともらってた、もう捨てるもんだからさ、もらっていいんだけどさ、でそれをなんかお守り代わりに、いやー素敵、ね、入れてましたみたいな、素敵話をしてて、それも著者冥利に尽きるなみたいな、うん、
なんかやっぱりこう本当心からエネルギーそうね、うん、もらえるよね、うん、って思う。だからそうやっていろんな対話相手がすごいこと。だって文字がなければ、うん、今リアルに出会える人との情報交換しかできないそうなのだからさすごい制限されるよね。同じ時代に生きてる人たちだけだもんね。そして自分が会える範囲の縁のある人のみに限られた。しかもエイブラハムとかバシャールとかは会えないからね宇宙人だからそうなの、まあ、会えてるけどね会えてるけどね、うん、あの翻訳してくれる人がいないとね、うん、本屋さんに行くことがホッとすることと気づけてわざと行くようになりました。素晴らしいじゃないですか、今日お会いした方ですよね。じゃあ高知ジャパンツアーでだと思うんだよね。あ、そうなんだ。よかったね。本当ね、本屋さんは本当あのなんだろう、もう新しい世界の扉が開けるよね。本当 棚全部に無数の世界 が開いてる。その視聴者の脳内のこんな豊かさありますか。どんなエネルギー使ってこの一冊書いてんっていうね。そうだよね、全身全霊で書いてるよね。いやそれがね数百円とか、うん、数百円とか、まあ、1200円とか、うん、1600円とか、うん、で買えるってありえへんすごいよね。どんだけ豊かな。そう本当だよね、うん、何度も読めるし、そう好きな時にどこでも開けて、うん、いつでもその世界に飛べるっていうかさ。そうなの。一緒に縁側でお茶が飲めるみたいなさ、うんうん、その時代のどんなすごい人でもさ、うん、文字のお話素敵ですね。今週のお仕事で早速語りかけてます。いいですね。どんな分野を読みますか。あやちゃんどんな分野を読みますか。私は、うん、もうここ数年チャネリング本しか読んでない。チャネリング本どんなの。マグダラの書とかすごい。あ、マグダラの書で初めてチャネリング本を手にして、うん、その後レムリアシリーズってあるやん。なるほど、うん、わかんないけど。あれだけじゃね、あ、買わなかった。あ、そうだっけ。あれに激しく感動して、うんうん、チャネリング本ばっかになった何か前から。そうそう、一人お茶会本当ね、一人お茶会できますよね本で。うん、できる、ね、できるできる、ね、最高へ。そう、本持ち歩くだけでいつでもどこでも天国時間作れるから助かる、うんうん、本当だよね。いや、本当すごい仕事でもうパンパンで心の余裕がないっていう時は本当2行でも3行でも心に入れて今日はこれを心に焼き付けていこうみたいな、うん、よくやってたし、エイブラハムも読んでるし、バーシャールとかもあるし、まあ、なんか、うん、本田宗一郎さんとか あと、ま、松下幸之助さんとか、まあ、カーネギーとかも大好きだよね。大好き。小学生の時から読んでなかった。小学生の時から。さっきのインスタライブでもね、そうそうそう。あ、言ったのね。そうなの、そうなの。あ、そっかそっかそっか。小学生の時からね、そういうのが好き。うん。うん、すごいよね。なんかもうあんなの読んでるとさ、うん、そんなことができるとしか思えなくなるからさ。小学生の時なんか、うん、もう純粋やし。そう。あ、もうすっかりそうなるよね。うん。すっかりそうなる。うん、そうなった結果今こうやな。うん、そう、お茶会ってワイワイするのがお茶会だと思い込んでました。そうですよね、一人でやれますよね。一人で、むしろ一人でワイワイが楽しい。もう何の気兼ねもないワイワイみたいな。何の気兼ねもない、最高だよね。最高。うん、私もよく学校行くふりして、うん、淡路島の田舎から途中の人の来ない山の中で、うん、石の上に寝転がって本読んでた。あやちゃん神社もあれだよね。神社の中でね帰り道の神社の中で、うんうん、休憩してお供え食べて、うん、お供え食べてたんだって。そんなことある。神様気分じゃんもう。いやいや、食べていい。あ、わしのやわしのやみたいな。すごいよね、さすが自由です。うん、田舎自由だね。うんと
いいよね、うん、そうだな本当、うん、いくつもの本に助けられたし最近はね、うん、そっからブログとかも増えてきてるし、うん、いろいろやっぱり本当にこう意識をこう変えられるものが、うん、意識を引き上げてくれるものがたくさんあるよね、うん、特に日本語は、うん、そのなんていうの言葉の作りが、うん、あいうえおなら、うん、あが示すエネルギーの作用があるんだよね、うん、で、あは例えばひらめきとか始まりとか明るさとか、うん、そういう音が持つエネルギーがあるんだ。なるほど。で、あいう全部それがあるんだけど、うんうんうん、日本語は稀に見る例えば明るいっていう言葉だったら、うん、実際に明るいのエネルギーを作る、音で構成されてるの。なるほど、うん、あと言霊っていうことですか。そう、はあ、で言霊が、こういう言葉を言ってるとっていう意味の言霊だけじゃなくって、うん、その文字に、うん、その波動が込められてるってことね。そう、音の音の響き自体が、なるほどね、あーって言うと、あーという音の持つ実際の作用の周波数があるわけ。すごい。それを全部ちゃんとそれが表された言葉が紡がれてるのが日本語やから、なるほど、喋ってる言葉そのものがエネルギー魔法みたいなもんだよね。なるほど、やばいね、うん、やばい、うん、だから明るいっていう言葉を言ってると明るいエネルギーを言葉で発してるから、うん、なるほど、美しいなら実際にビューティーな美しいエネルギーを発する周波数を口で喋ってんだよね。だからすがすがしいとかって本当すがすがしい気分になるもんね。そう、そんなエネルギーになってるから、特にそれ日本語はその音の使い方がもう絶妙で、日本人全部その音で魔法を使った言葉喋ってんのと一緒なんだよね、うん、素晴らしい、うん、だから具現化するよね。ちょっと、うん、一回だけ切ってもいいですか。あ、いいよいいよ。また再開しますが。再開するのね、うんうん、ちょっと一回切ります。はい、見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、ちょっと中断してごめんなさい、うん、いやめちゃくちゃめちゃくちゃいい話の途中で、いい話なの、いい話、いやさ、言葉にエネルギーが乗ってるっつってたじゃない、うんうんうん、そうなのよね、うんうん、日本語は特にそうなの、ね、そうなの、再びありがとうございます。そうなの、うん、だからさ、おお、今光る、ほら、すげー、すごい、すごい、これこれ畳叩いてんだけど畳を叩くとラピスが反応みたいな、すげー、あ、そう、もうあやちゃんが大喜び、言葉の持つエネルギーの話もっと聞きたいです。そうだよね、ありがとうございます、興味を、そう、そうだよね、ありがとうございます。だから明るい、うん、明るいの組み合わせなわけ、そうそう、あ、大体ね、だからその言葉の、うん、持つエネルギーって言ったらややこしい感じすんねんけど、うん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 、例えば明るい朝とか、うんうんうん、明け方とかも全部共通の始まりの明るいエネルギーを持つ言葉集でしょ、あが入ってるやつ、確かに、朝日とかね、明けましておめでとうございます、そうだし、うん、そういうことやね、は、私らそのあのエネルギーをもう無意識に全員分かって、うん、その言葉使いこなしてるから、確かに、その別にあのエネルギーが困難とか分かってなくたって、うんうんうん、その言葉そのものの持ってるやつが、うん、日本語の場合は全部エネルギー表してるから、うん、その自分たちの喋ってる言葉は、うん、実際にエネルギーを動かす言葉なんだよね。それさ、はい、はい、質問いいですか。はいはい、多分その言葉文字のエネルギーがある
って気づくと、あの、うん、よくある、あの、悪いこと言っちゃいけない、はい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 、あ、あるよね、言うよね、縛りみたいな、うん、あれはどんな風に、あ、それは、うんうん、魔法使いみたいなんですよ、本当、ま、すごいよね、魔法使い、あ、そうだね、うん、全員魔法使い、うん、断言してる全員魔法使い、それもうネイティブ魔法使いやから、ネイティブ魔法使いもう勝手にそういう、あやちゃんのこの断言すごいわ、うん、それ本当にみんなネイティブ魔法使いだって、してなかろうがそうやねんっていう感じ、ね、使いこなしてるもんね、みんなだって日本語使えるじゃん、うん、楽しいとか思うもんね、楽しいって言ってると楽しくなるもん、楽しい、そうそう、だからその作用がすごいんだよね、確かに、光った、光ったね、うん、あ、なんかその悪口とか、あ、その、あ、だからさ、例えば、うんうん、声のトーンとかでもそうだけど、うん、楽しいって言ってる楽しいと、うん、楽しいって言ってる楽しい違うやん、違う違う、それだよね、うん、悪口を、うん、あー、そうかそうか、だからさ、あれだね、お金ないっていう話でさ、お金ないねんとか、うん、お金がなくてとか、うちお金がないからのエネルギーと、うんうんうん、でも全然お金ないの全然違う、ね、それそれそれ、全然お金ないっていう、そのエネルギーの違いっていうね、違い違い、でもさ、文字は同じだけどエネルギーが違ってくんだ、肩みたいなもんだね、はあ、文字が、言葉が肩になっていて、めちゃくちゃ分かりやすい、型で、そうそう、だ、粘土っていうか原材料がエネルギーなんだ、そう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 、だから色みたいなもんだよね、うん、なるほどね、うん、だから楽しいっていうピュア粘土をピュアエネルギーで楽しいっていう楽しいを発すると、うんうんうん、もうほんと七色に光る、増幅、めっちゃ増幅するんだよね、なるほど、その適切なぴったりくる型が日本語には乗っかってるから、うんうんうん、その方に楽しいエネルギーを乗せると、うん、もう増幅しちゃうんだよね、普通のやつより、初めて聞いた、なるほどね、うん、でもこれ日本語だけじゃなくって、例えば英語とかでももちろん、うん、あのその作用は、うん、あの無意識層で、うん、音のエネルギーは全部一緒やからさ、無意識で、あのもちろんその英語でもってこと、英語でも乗っかってるんだけど、そのそれを選んで言葉作られてるけど、うん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 、日本語が驚くほど的確やね驚くほど的確やね、驚くほど的確に作られてる、ね、我が国の日本語驚くほど的確やね、そうそうそう、日本人が素晴らしいとかっていう話じゃないんだけどね、そうね、そう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 、その精度が、型の精度が高いっていうことね、そうなので、やっぱりだから文字っていうのが型なんだそうです、そうそうそう、うん、このタイミングで原材料っていう、そう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 、うん、うん、やっぱこのタイミングでそれを使いこなせる、日本語を使える場所に生まれてるってことはあるよねっていう、なるほどね、うん、すごい、日本語すごいよね、だから私らが思って喋る言葉は、うん、より強力に増幅されて常に蓄積化されてるから、素晴らしい、その言語を使うとこに今生まれてるって、うーん、あの割と大事な役割だ、ね、大事な役割だね、うん、本当面白い話聞けて嬉しいって、面白いって、 ありがとうございます、お話分かりやすいです、おしゃべりで、うんね、日本語すごいよね、てか日本語すごい可能性しかないね、日本語しか喋れない私、日本語すごいと言っている人はやっぱそのすごいエネルギーを今自分が発してるよね、あららら、あららら、ゆかりさん今すごいエネルギー、ゆかりさん、あ、ゆかりさんだね、うん、ゆかりさんよね、うん、マリさんそう、そうだって、だからさ、あの、うん、アフィちゃんがさ、私はソースエネルギー、私はソースエネルギーってさ、エネルギー社協したけど、うんうん、あのエネルギー社協はまさにその方に、うんうん、すごくいいエネルギーをやってこう残してるから、あれめちゃくちゃいいのは納得だよね、うんうんうん、自分から出てきたものは、うん、本来最高にその人に合ってるはずなんだよね、響くはずだよね、うんうん、その人の最高にね、そう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 、そうだから自分のために自分のために自分の欲しいエネルギー自分で生産しましょうみたいな感じで
自家栽培そう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 ロハスそうそう自分の地産地消の周りにちょっといい香りを充満させようかなみたいなすごいことだよ、ね、あそういう意味なんだねあのエネルギー社協はねエネルギー社協だったりハビちゃんのあれは見てないから分かんないけどね、うん、でもあのいや今日もコーチジャパンツアーの最後の演目というか、うん、あの紙が配られてカードで、うんうん、でそこに本音を書きましょうで好きな書き方でいいけど一応なんかおすすめは私は何々であるみたいな、うん、っていうのを書きましょうみたいな話をしたんだけどやっぱりね、うん、それを発表してくれる人って何人か発表してくれてってあげて発表してくれたんだけど、うん、やっぱこう発表しながらすごいエネルギーが上がっていくのが後ろから見ててもわかるし、あの本当にこう一言目からもう涙がこらえられないでこうあの本当感動で泣きながら話してる人もいるし、多分それもうその震えだよねエネルギーのね、うん、自分の中から出てくるね、そう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 、魂が震えてるんだよね。誰かがこの言葉を言ったとか、うん、この言葉を唱えるといいとかじゃなくて、うんうんうん、自分の中から出てきてる言葉だから一番震えるんだ。自分で言葉をやっぱ書くって、うんうんうん、すごい浄化するっていうか、あの時辛かったなとかさ、うん、あの人に対してこう思ったなとかも、うん、さっき悪口もしちゃいねんけどさ、うんうん、出したらいけないじゃなくって、うん、本当の本当の奥底にある自分の、うん、あの真実の言葉を出せたら、うん、それを出せて自分が書けた、うん、読めた言えた瞬間にものすごい浄化されるんだよ、それがバーって。だから言葉を発すると自分がより自分らしくなるんだって、その通りだね。まさにそう、まさにそう、言葉を発すると自分に返っていくんだね、うんうん、だからあのエジプトの神話とか世界の神話に共通してるんだけど、うんうん、名前をね、うん、あの神様は言わないの。ほう。自分の本当の名前を知られたら、うん、相手に握られるから言わないんだよね。ほう。なんか名前ってその人を表すそのもののことなんだから。キーフラッグみたいな。ああ、なるほどね。え、そうなんだ。だから宇宙ネームとかも、うん、あの。なんだろう、本当は知ってても人に言っちゃいけない。もう宇宙ネームが分からないけど。あるの、うん、分かった。宇宙ネーム分かったというか、その世界観は分かった。宇宙ネームっていうのがさ、うん、魂的には今地球にもおるけど、うんうん、他の星にもさみんなおって、うんうん、同時存在おるわけやけど、うんうんうん、その魂そのものを表す名前があるんだよね。はあ、なるほどね、うん、でその音の響きがその人を表してしまうから。なるほど。なんかそれなんかあのなんかバレちゃうとなんかいかんの、いかんのですか。今私らはそういう世界観よりももうすでにそこは多分抜けてるんだけど、うん、もっと自由なんだね。エジプトのイシスの神話とかにそういう話が出てくるわけ。なるほど、うん、今ちょっと覚えてるのがエジプトしかないんだけど、うん、その名前を、イシスはね、うん、ある、一番強い神様の名前を何かの方法で入手するわけ、うん、入手して、うん、私はあなたの名前を知ってるんで、うん、あのそれ最高の脅し文句なんだ。脅すわけ。そう、あなたの名前を知ってるから私のこの願い叶えてくださいってすごいね。超無謀なお願いをして、あの無理やり叶えさせるね。すごいね。そのぐらい名前とか音玉ってすごい力があるっていうか。なるほどね。でも生年月日を教えないとかっていうのもあるよね。あるよね。それと一緒なんだけど、うん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 、うん、まあ今もでもそういう世界観はその時代やから、うん、今ちょっともう進化してるから違うと思うけど、そのぐらい言葉とか音玉力があるっていう。確かに。そう、詳しい、誰と話してるんですかって思うよね。あの意味わからないですよね。突然ね、なんだろう、ね、この人。私の親友のあやちゃんというあの淡路島在住のなんですけれどもまあいろいろあの不思議なことをあのいろいろ知っていて使いこなしてあのいる人で、面白いんですよね、話がマニアックすぎるよね。そうそうそう、あやさん、うん、そう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 、ありがとうございます。ありがとうございます。あやちゃん、みんなあやちゃん、あやちゃん、あやちゃん、ありがとう。あやちゃん、そうなんですよ、あやちゃんね。だからやっぱ名前って、うん、みんな自分が生まれてくる時に、うんうん、親にオーダーして決めてるらしいんだよね。
その自分の名前。こういうのが好きです。よかったね。うんうん。うん、ありがとうございます、うん。あやちゃんもオーダーしたんだろうね。絶対オーダーしたと思う。あやって好きだもんね。あ、そうでもあやよりも別の候補の名前があったらしい。うん、あ、そうなんだ。みどりかじゅりかあやだった。だいぶ違うな。だいぶ違うな。で私どっちかっていうと緑の方が合う気がして緑がいいなとか思ってたんだけど、なんかこの言葉のこととかをいろんなところでシンクロで分かってきたら、あやっていう言葉がものすごい自分のルーツにかぶってて、今やってること全てつながってることが、あやっていいよとか言葉とかなんかいろいろ、あの自分が今フォーカスし織物もそうだし、うんうん、全部つながってて、うん、あーとやーだとあーは天で、やーは人を表すのね、天と人で、私は大地のエネルギーの音玉の入った、うん、あの音が入った名前の人をすごく気になることが多いんだよね、うん、なるほど、組み合わせだよね、そうそう、うん、天地人が揃うからやと思うんだけど、うん、そしたらひふみとか始まりの完成ができるんだよね、うん、はー、無意識にやっぱそういう人だから、私はその、うん、そうなの、大地の音が入ってる、うん、エネルギーの入ってる人を、あの縁がよくできるし、うんうんうん、身が入ってる人も多い、うんうん、カノさんもそうやし、ミハ、うんうん、さんもそうでしょ、うん、そうだね、すっごい身入ってるの、みんな驚くほどさんもそうだよね、そうみんな身入ってるんだね、本当だね、で、あ、例外もね、入ってないけど絵の深い人もんねんけど、うんうんうん、驚くほどすごい多くて、で友達にこの話したら、うん、自分は龍が入ってる人が多いとか、あのそういう目で見ると結構あるんだよね、なんか私も同じ名前だからびっくりですとかってあるよ、何、私が、うん、私があれ、うん、あ、んどこだ、あやさんの話すごく腑に落ちるってよ、ありがたい、ありがとうございます、あやちゃんがいいなって思ったという名前、私の名前です、みどりさんか、じゅりさんかですかね、あ、みどりさんかな、私みどりがいいなって思ったの、あ、M-E ってかでもね、うん、私も同じ名前だからびっくりだって、その音玉、音玉、あ、一覧あるかな、ね、どこに書いてあるんだろう、自分の名前の音玉が知りたい、うん、あ、みどりさん、そうだって、あ、みどりさんが素晴らしい、みどりって可愛いなと思って憧れた、ね、どうせだったらみどりにしてくれたらみんな人の個性に憧れるよねあ、いいなみたいな、そう、あやちゃんのね話が、そう、それってなんかまとまってるの、 今なんか調べてくれた、そうなのよね、なんかね、謎解き名人でいろいろ謎を解いてくれる、あやちゃんこれみたいな、あーそれこやでみたいな、あ、これが分かりやすいかね、うん、ちょっと解読難しいけれども、うん、カタカムナ、カタカムナっていう古代文字があって、うんうんうん、吉野、地域の吉野の、うん、大吉の、あ、これ見せた方がいいね、うん、これちょっと待って、あ、手が閉めちゃった、大丈夫、手が閉めちゃったこのカタカムナの吉野先生っていうのがいらっしゃいまして、この先生、はい、吉野信子先生ですね、ここ本も出しらっしゃるし、うん、ここは無料サイトで、あの公開されてるんで、うん、それぞれの音の意味、うんうん、持つエネルギーを書かれてます、あ、私も名前さやかになるかアスカになるかで、アスカでよかった、アスカかっこいい、みんなね、いい名前を出してきてるね、カタカムナ吉野先生、うん、これ多分ね、私はね、あの見てもわからないぐらいマニアックな感じなんだけど、多分あやちゃんは解読してくれる、あのね、うん、ちょっと今言うと、うん、まあの持つエネルギーは需要ほうとか、うん、和は調和とか、なるほどね、離は離れるとか別れるとか意味があって、あ、スクショできた、すごい、素晴らしい、素晴らしい、早い早い、素晴らしい、素晴らしい、うん、なんだろう、一番分かりやすいかなと思うのは、うん、例えばあやなら、うん、
国語辞典の、うん、あの項目のページ見て、はい、あの入ってる言葉をざっと読んで、うん、なんとなく全てに共通するエネルギーがあると思うので、うんうんうん、そっから取ると分かりやすい。やだったら柔らかいとか、うん、はあ、なるほどね。もう一回見せてほしいです。はいはい、どうぞ。待ってね。すごいね、あやちゃんも謎解きが。謎解き大好きだから、うん、謎解き大好き。見えるかな、これ。ちょっとこういう風にした方がいいのかな。どうかな、わかりますか。後ろできるかな。かあ、名前入れといた方がいいな。吉野信子。あ、そうだね、吉野信子さんのオフィシャルサイトですって。そうです。ちょっと待ってね。はい、はい、あ、なんかこれ全部映ってる。何かね、うん、吉野信子オフィシャルサイトで、カタカナで検索したら出てくると思うんで、うんうん、すごい。そう、いや、いい話だね。でもその言葉の、うん、言葉にもうすでにエネルギーが内蔵されてるっていう話。そう、最高だね。日本語がすでにそのままのエネルギー。そうだね。なんか炎って言ってると、炎そのもののエネルギーがこの音の周波数になってるから、うん、日本人、日本語喋れる人は魔法使いですよ。日本語喋れる人は魔法使いだそうです。はい。いい話。全ての国の人魔法使いやけど、うん、特に精度の高い方を持っている。そう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 、魔法使い、杖を持っているの。そう、増幅力すごいって感じかな。すごいね。だからその自分の中から湧き上がる言葉とか、うんうん、まあ、名前もそうだし、うんうん、なんか今言いたい言葉とか、うん、まあ、なんかふっと目について、あ、いいなっていう言葉とかもそうだよね。あ、そう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 、うん、それを自分が乗せていく、うん、いいね。あとさ、さっきさ、うん、悪口の話しよったやん。はいはいはい、途中だった、うん、で、うん、なんか音玉があるんだったら、うん、悪口言うと、うん、もっとすごいエネルギーになるんちゃうかっていう心配でしょ。はいはい、あるよね。そう、うん、でも言いたいってことはさ、うん、もう発生してるから出さないと逆にずっとそれ自分の体内に保持し続けて。なるほど。遠足の弁当箱みたいなもんだよね。ちょっと待って、腐ってくるよ。じゃあそれもすぐ流しに出した方がいいね。出す、水で洗った方がいいね。そうそう、常にあるからさ。遠足の弁当箱ってあるのに出さないで、うんうん、抑えても、うん、移動しようが何しようがずっと自分と一緒におるから。それは困る。そう、時間を持ち越すんだよね。腐るからさ、時間を持ち越すと。あ、すごいね。ムカつくなとか、うんうんうん、思ったら、思った瞬間出すのがまだ一番何の害もない、うん、なるほど。思った瞬間出すのが一番害もない。そう、それでこれ人に言わなくても、例えば分かりやすいよね。うんうん、人に言わないでもいいよね。そう、本人に言わなあかんとか思ったら、また余計なさ、うん、そうなる、ストレスでしょ。あと相手も言い方変えたりとかさ、そう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 、してるうちにちょっとさらに発酵が進むよね。あ、そうなの、そうなの。また時間持ち越しの、よどんだエネルギーになっていくから、それが、うん、まずは自分がムカついた、うん、ムカつくわっていうのを、うんうん、自分がこれにそのまま OK できたら、うん、結構もうすごい8割方楽になるんだよね。へー。悪口言ったあかんとか、うんうん、ムカついたあかんって思ってると、うん、ものすごい負荷が自分にかかる。なるほど。うん、ええー、ねん、腹立ってんから、うん、それ独り言で言うってこと？なんか口に出してもいいし、うんうんうん、別に私は友達と言ったっていいって思う。そうね、めっちゃムカついてさとか言ったってよくって、うんうんうん、ね、その例えば言い始めた当初とか、うんうん、初めはムカついたことをぐち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 言ってしまうかもしれないけど、うん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 、ムカついたムカついた瞬間、うん、私ムカついたわって認めて、うんうん、そのまま信頼できる人にね、うんうん、全部言えてたら。そうだね、全然もう残らなくなって、最後清らかなエネルギーになって終わるよね。そうやね、そうやね、そうやね。なんかあの人の幸せを祈ろうみたいな。そうそうそうそ そうなんかなんだろう、なんだろうね、言ったらあかんって思っとると、うんうんうん、あの人はああいうところがあるからダメなんだよとかさ、うん、自分が正しいっていう体で相手を処理しようとするんだよね、うんうん、なるほど。するとあの人のここはダメっていうのがさ、うんうん、
上皇になって上皇固定されるわけ。上皇ってどういう字？あ、だから条例の条と項目。あ、それなんだ。あの人はここがダメな人っていう公式が生まれて、そう固定されちゃうんだ。そうそうそう、それがそういう世界観設定になっちゃうんだ。 その人に対していつも見るたびその人をそう思うようになっちゃうんだよね。なるほどね。だそうじゃなくって、うん、それは多分自分が、うん、その人のことを悪く思ってもいいっていう正当化が欲しくてそういう風に処理しちゃうんだよね。正当化せんでいいね、腹立ったんだからそれだけ、うん。あ、そっか、腹が立ったっていうのと正当化するってエネルギーって違うね。確かに違う。だから自分が正義だから相手を堂々と非難していいという立場を取ってでないと遠慮なく相手を非難できないから、うん、できないっていう負い目だもんね。そう、自分を 正義という位置に持っていこうとする、ね、別にさ全然自分が悪くても腹が立ってもいいっていう、そういう世界だと出したら終わりだよね。終わり、そこで終わるし、ね、なくなるから、うん。あやちゃん分析が深い、好きって。ありがとうございます。そうなんですよ、分析趣味なんです、うん、あやさん、そうなんです、あやさんなんですよ。いやー、そうなのよ、分析が趣味、ほんと分析と謎解きが得意だね。趣味だよね。あ、この素晴らしさを分かち合えてほんと嬉しい。ありがとうございます。いやー、ほんとそうだよね、マジで。楽しんでくれる方がいたり、いや楽しいよ、楽しいよ。そう、腹が立った自分よしで、それでその時バっていうのは一番、うん、なんもないっていうか、なんもない、一番害がない、ね、もうすでに生まれてるから、うん、そうだよね、試算しましょうね、うん、世の中にもうすでにあのお弁当箱を食べ終わりのあるから、あの流してすっきりねっていうことだよね、うんうんうん。ああ、すごい分かりやすい、本出してほしいって、あやちゃん。え、ありがとうございます、うん、あー、ね、本当わかりやすいって。コナンって言われてるよ、コナン、あ、名探偵。そうそうそう、 ありがとう。私自分のテーマは少年探偵なんです。確かに一人で少年探偵だ。ウケるよ、面白い。こんばんは。こんばんは。面白いな、好きだな、その話。ありがとう、うん、最高の引き出し役がカノンさんです。いや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 、コナン、ただただ面白い。、うん、なるほどね、うん。もう一回言ってほしいよね。もう一回言ってほしい。これでも保存するから。あ、今の話ね。言葉の持つエネルギーのね話と、うん、あとその日本語は最高の型っていう。うん、あやさん、そうそう、私も好きですってゆかりさんが。ありがとうございます。ね、あやちゃんインスタやってるんですよね。あ、やってます。やってますけど本当になんか。マニアックなね。マニアックが好きな人しか見てないから大丈夫よ。密かにやってる感じ。そう、なんで検索したらいいのかしら。あ、ギャラクシーピンクテンプルやな。じゃあカタカナでいいの。あ、英語だね。まあいいのよ。そっか、フォローしたいですね。なんだろう、あ、カノンさんのフォローしてる中に入ってんじゃない。そうだね、うん、あ、そうだそうだ、私のフォローしてるのちょっと見ていただければ、あやちゃんのインスタ、ギャラクシーピンクテンプルって書いてあるあのインスタのあれがあるので、うん、ぜひフォローしてみてください、うん、ありがとうございます。つぶやき含めて結構、うん、濃くて面白いです。英語でギャラクシーなんとか、そうだよね。絶対覚えられないよね。うん、カノンさんのフォローしてる中で探す。あ、ギャラクシーピンクテンプル、そう、すごい。あ、すごい、誰かが。すごい。素晴らしい。素晴らしい。そう、これで。ありがとうございます。あやさんです、うん。そうなんですよ。ギャラクシーピンクテンプルのピンク住職という。わかんないでしょ。キャラ設定で。わけわからないまま進んでる。このゆるさがね、最高なんですよ。本当面白くてね。うん、合ってる合ってる、素晴らしい、ありがとうございます。本当おピンクなんですよ、すごいすごい、うん、ね、いいね、楽しいよ ね、 そうだね、楽しい。だってそうするともう喋るのが魔法の呪文みたいなもんでしょ。そうなの、そうなの、ね、うん、それにもエネルギー乗せたら最強ってことでしょ、うん、あ、だからそのそうなの、うん、最強、その例えば悪口とかさ、うん、言いたいこと言わず我慢してると、うん、その最高の言霊とエネルギーを出す自分という装置自体の中がどんどん濁ってくるから、う
ああ困るでしょ。その濁った中からなんぼ出しても最強の、うん、濁ったエネルギーで乗っちゃうから、うん、型は良くてもエネルギーが今一つだと、そう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 、最高のクッキーは焼けないねみたいなことだよね、うん、そうそうそう、なんかそのこの中がクリアに、うんうん、ああ面白い、いつもクリーン、うん、クリアなことが大事やねん。別にビューティフじゃなくていいねん、うん、言ってませんけど美しくよりなるほど、そういう正しいやり方でなければっていうのが別にクリアなわけじゃなくって、うん、そうだね、空っぽであること、はあなるほど、時間を持ち越した過去を持ってない、うん、今空っぽっていうのが一番最強なの。ちょっともう一回聞きたい、もう一回言って。時間を持ち越した過去を自分の中に抱えてないのが一番クリアで空っぽで最強なんだよね。爽やか、うん、軽いよね。それ最強、うん、そうだね、うん、なんかもうみんな告白合戦だって、みんな愛してる むしろみんな大好き、みんな愛してる、いいね、すごいなんか不思議な、うん、押し殺してきた、そうだよね。いや出してこう、出してこうよ、うんうん、ねえ、あの出しても、うん、そんな大したこと起こりません住職大したこと起こりません、起こりませんか、うん、あこんなもんかみたいな、あそう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 、結果クリアになるだけだみたいな、なるなる、あいいね、あのなんだったら実は、うん、あの起こってる現象として、うん、もうこのなんていうかな、思ったこと思った時腹が立っても全部出すってしてたら、うんうんうん、なぜかね、うん、腹立った相手に直接言わないのに、うん、相手が勝手に変化する、あないあるでしょ、あるあるねだなんなら直接言おうとする方が言い方とか考えてこじれちゃうから、そういろんな抵抗とか起こってくるけど、うん、そうだね、だからテレパシー通信してんね怒ってると言いつつも、言葉であなたはここ嫌なのよ、腹立つのよって言ったら、うんうんうん、絶対抵抗返ってくるやん、返ってくる返ってくる、そうじゃなくって、うんうんうん、別にその人に直接じゃなくても、うん、私ここが腹立ったわとかって思って言っても、うん、あのそれはテレパシー大事にちゃんと届くから、うん、あのそれで勝手に相手が無意識層でキャッチして、うん、あのそれ必要だねと思ったら変わることがあるわけ、そうね、で必要じゃないねと思ったら変わらないこともあるよね、あるある、どっちでもいいよね、どっちでもいい、別にそ、うん、期待してないねんけど、そこが目的じゃないからね、複数のやつとしてクリアになることが目的だからね、そうそう、自分がそこの荷物を持ち越したくないから出してるだけで、うん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 、過去という荷物を持ち越したくない、うん、そう持ち越したくない、ついでに未来の荷物も持ち越さない、うんうん、そうですね、っていうのが大事です、未来と過去を捨てていくっていうね、そう、あそれなんかこうやっぱり自分のエネルギーが過去と未来分散すると、うん、100のうち30過去の後悔、ね、30未来の失敗だと、もう60しかない、60なんだ、そう40しかない、40しかない、総エネルギーの40しか現在ないから、あ40で全力出しても40だもんね、そうそうそう、うん、それが実際のとこ引き寄せの究極のあれなんだよね、おっしゃる通りですね、あの今に全部エネルギー使うのが最強の引き寄せに多分なるから、うん、なるほどね、過去と未来を心配しない、うん、心配しない、後悔しない、過去は全部を出して、うんうん、未来も心配せず、うん、だってさ 40% のエネルギーでどんなに善処するよりも、うん、100% のエネルギーを現在に注ぎ続ける方が何の考えもしてなくても、うん、100やねんから、うん、最高の未来に行くのこれしか方法ないやん本当そうだね、うん、それしかないよ、ああだこうだ考えるよりも100のエネルギーを今の瞬間に投入する以上に、それが最短かつ最高の現実をそう作る方法ないと思う、最短かつ最も省エネっていうか、そうだよ、そうだよ、そういうことだよね、無駄がないよね、ね、うん、いいね、いい、今に100、今に100、今に100、うーん、100を出してると、ね、うん、100、自分の100が、うん、当初例えばさ、うん、1000ぐらいのエネルギーだったとしても、うんうんうん、100出し続けてると、うん、1万とかさ、うん、100万とかエネルギーに増えていくんだよね、どういうこと、どういうこと、あ、だから枠が、
はじめ自分のエネルギー 100% 使って出せるのがおチョコいっぱいだったとして、うん、寂しいけど、うんうん、それを今に100を自分の持ってるエネルギー全力を出すっていうのをやり続けてると、おチョコがそのうちどんぶりになって、どんぶりがプールぐらいになって、本当だね、ちなみに海ぐらいになるって、本当だね、それがエネルギーの拡大だよね、うん、そうそう、100同じ100なんだけど100がどんどん拡大していくっていうね、そうそう、エネルギー枠がどんどん広がるから。で、なんで引き寄せの、最強のやり方がそれかっていうのは、うん、今現在この瞬間っていうポイントでしか人は全部つながってないんだよね。過去も未来もつながってないから。なるほど。今に入れたエネルギーだけが届くねんって。なるほど。今現存してるこの瞬間のみ、うんうん、だから全部に使える引き寄せの最強は今に全部エネルギー投入することなんだよね。だ、過去と未来に30、30分散してたら、うん、その30はもう捨ててんだ。そう、もう何もないところにエネルギーを送ってるから、せっせっせっせと準備したり、そう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 、あの謝罪のなんかメールを、そうなんそうなん、文明を考えたりとか、それ全部意味ないんだ。効果がない。効果がないね。効果がない。だから今に、投入してると、うん、過去の悲しかったこととか後悔していたはずのことも、うん、今が満足してると良かったことに変わる。本当そうだよね。全部書き換わっちゃうよね。そうなの。過去にいてはなんか書き換えなくても、そうだね、あとあの時はごめんなさいって許し合わなくてもいいんだよね。そう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 、自分が今すごく楽しめてたら、うん、いつの間にか現象は変わってないねんけど、いいことに変わってるんだよね。おっしゃる通りだね。現実の事実を変える必要ないよね。あ、ないね。自分の捉え方が変わったらもう過去変わるから、今100100100100の連続で生きるだけだもんね。うん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 、なるほど。いやー、すごいすごいね、目から鱗って。無駄なことに大事なエネルギー出しちゃってるのかね。だからその無駄を全部今から使えるからすごいことになります、ね、そうだ、うん、そうだね、うん、あの無駄に使って今やから、この私の実力これじゃないみたいなことだよね。そう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 。すごいよ、いい話。そうなんだよね。うん、あやちゃんと泊まるとさ、うん、あの寝る直前までこういう話をしてさ、お互い気絶するように寝てるじゃない。そう、眠いけど喋りたい。そう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 、いや本当今の連続よね。誰も今も仕掛けないみたいな。そうなの。倒れ込む。本当。すごいよ。死にますって感じ。なんか私はさ、ちょっと明日何時だからとかっていうさ、うんうん、その無駄な 30% のエネルギーを使って出ようとすると、うん、なんでだみたいな。私もう我慢できへんっていうぐらい眠くならないとねんでみたいな。斬新ですねみたいな。そうなの、それが斬新に思われてると知らなかった。いやだから勉強になります。いや、まだまだ伸びしろ半端ないよね。そうそう、本当ね、楽しいよね、うん、別に変わらなくても、うん、今すぐできることばっかりやから、そう、今すぐできるから、とりあえず明日の心配やめるってことでしょ、うん、そう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 。明日の心配やめる、明日の心配は明日する、うん、悪口も遠慮なく言う、うん、だんだん悪口も爽やかな笑いにもなってくるから。そうだね、それで無意識層に届いて、必要ならば相手は変わるし、そうそうそう、必要なければ変わらないし、うん、それはそれで、うん、あのクリアになっていけば、うん、そうそうそう、今で最も良い、うん、最も良い現実が開かれていくっていうことですね。そうそうそう、うん、本当だね。なんか粒子の実験でね、うん、ある粒子、素粒子なんだけど、うん、この世界にある一番最小単位の粒子が、うん、あるところ、ある時、ある瞬間ぶつかるやん、うん、接触すると、うん、その粒子同士は、うん、どんなに距離が離れても、うん、A と B の粒子が、うん、A が受けた影響をその後 B も同期して受けるのね。聞いたことある。あるでしょ。その半分わかるけど半分わからないみたいな難しい話。分かってるくせにな。分かってるくせになっちゃないけど。今ちょっといやそんなことない。いや本当本当。でもそれ別れた後も影響を受け続ける、うんうんうん、ってことは、うん、
あの人と人も、うん、一度出会ってかかった人は自分がその後いい変化をしていくと、うん、関わった人みんなにいい変化が届くんだよね。今でね。そうそう今口癖になっちゃった。でこれまた別のところで見たんだけど、うんうん、握手とかするとさ、うんうんうん、粒子レベルで見るともう、うん、これ皮膚と皮膚で私らは分離してるように見えてるけど、うん、つながってるから。そう、もうここ粒子やからもう完全に一緒になってねんって、ここの接続してるとこは粒子が、ね、交わってるんだ。交わってんねん、うん、ってことは入れ替わってるね。握手した時点でそうお互い交換してるから、うん、影響を受けることになっちゃうんだよね。うんうんうん、うん、だから自分が良くなるだけで、うん、自分のことだけやってても、うん、もう嫌というほどみんなにギフトを送ってことになります。ああ、だそうですって。うん、嫌というほどギフトを送ってくれることになるって、うん、なるほどね。自分が幸せになるだけで素晴らしい、うん、すごいシステムになってるよね。ちなみにさ、その一度触れた人とはこう影響を受け続けるみたいな、うん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 、あのそれ例えばさ、あのいや私あのもう嫌な人でしょ、うん、ってあるじゃない。はいはいはい、あれってさ、うんうん、自分のいいエネルギーが凌駕していくんだろうか。あ、それはその人にいいエネルギー届けたくないってこと？あ、いやいや、あ、届けたくない人もいるかな。いや、例えば、うん、いや、そういうエネルギーを受けたくないっていう人がいるかなと思ったの。あ、その誰かのエネルギーの影響を受けたくない。そう、例えば、ね、あの人はどんどん悪くなってるから私そのエネルギー受けたくないわって思う人がいるかなと思ったの。あ、でもさ、うん、基本エネルギー法則としては高いところから低いところに流れます。自分がエネルギー高かったら影響できないんだよね。本当だね。自分が低くなっちゃった人に、うん、だからもうあれだね、うん、もう清らかな水を流していくよっていう、うん、私が起点だよっていう、そうそうそう、溢れる泉だよっていうことですね。まあ大きな意味で言えば、うん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 、そのかつて関わっても嫌な人も、うん、自分の世界の一部やから、うん、そうだね、自分やからそこは好きになれなくても、うん、底上げされて良くなってくれたら、うん、自分の世界が底上げされるから、うん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 、別に嫌だとか出し惜しみする必要はないじゃない。そうね、そうね、受け取ってほしくないとかってする必要ないもんね、うん、だからもうそれね、うんうんうん、そこまで嫌な人のことは、うん、忘れた方がいい。一時意識に上げて自分の脳内をその人のスペースもったいないね。必要がないやん、うんうんうん、削除していいんじゃない。削除していいそうです。だって嫌な時点でも関わってないやん。そうだね、うん、だから自分の脳内から削除したって相手に何の影響もないし、うん、自分もスッキリするし、うんうん、そのいい状態だったらどっかでまた合流した時に、うん、いい感じの関係で実はまた出会えたりするかもしらんし、うん、そうだね、うん、そう、削除でよしだそうです。そう、また会えるかもしれないしね、そうそうそう、復活することもあるからね、そうそうそう、いい形の状態になってね、うんうん、お互いね。いやー面白いですな。面白いよね。ね、面白い。面白かったな。皆さんもね、すごいよ。うん、みんな、うん、いい。おちょこから始めよう、うん。心がめちゃくちゃ軽くなりました。うわ、よかった。ね、やっぱ悪口言ったらあかんとかあるよね。あるのか。うん。ある。なるほどね。あと怒ったあかんとかもさ。あー、そっか。私でも、うん、多分20年ぐらい前、うんうん、自分がね、うん、感情が出せないっていうのが悩みで、うん、いろんなスピリチュアルのやつ行ったりとかすごいしてたんだよね。ほう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 。で、なんかみんなと喋ってても、うん、みんなみたいに笑えない心の底から。もう私から見たら全然笑ってんだけど本人は聖なる違和感を感じてるそうです。違和感聖なるにしてくれたの。ありがとうございます。うん、なんか私心の底からみんなみたいに笑えてないっていうのがすごい悩みがあって、で怒りたくないっていうのもすごいあったんだよね。その絶対怒りたくないっていうのがあって、うん、
自分が怒るとすごい怖いことを知ってたからなんだけど人殺すんちゃうかっていうぐらい。なるほど。しかもエネルギー出さずに溜めてるから、あ、だからもうレベルのなんかあったんだよ、抱えてたんだよ。遠足の弁当が何個も溜まってるね。そうそうそう、もう何十年来みたいな怖い怖い怖いよ、もう石のようになってて、うん、でそれいろいろ回ったけど、うん、根本的に何か外で解決はできなくて。なるほど。なんか結局なんかそのそうだね、本音、自分の本音そのままに生きるっていうのをやり続けたら、うん、あの怒りを出せるようになって、怒りを出せるようになった時に、うん、笑えるようになってん。ほんま、あ、何、怒りと笑いがつながってるね。一緒だった。あ、それはもうその通りだね。まさに怒りを抑えてるから私笑えなかったんだって分かった。今爆笑してるよね、あやちゃん。めっちゃ笑えるようになった。なんなら怒りは笑いの元やね。そうなの。笑いになっちゃうね。うん、そうなの。結局笑いになっちゃうね。こんなことあってさみたいな、出だしで悪口のように始まったとしても、ウケるってなるよね。そう、ウケるで終わり。そうなの。本当そうだね。うん、なんかこう怒りをまた相手にぶつける必要もないっていうのも分かったよね。ないじゃない、うんうんうん、だから相手にぶつけたら相手にとってはまた新たな嫌な出来事になってしまうから、はいはいはい、なんかそれは別にわざわざ生み出す必要ないし、うんうんうん、それがあえて正直であることでもないと思うんだよね、うんうんうん、自分に嘘がない、うん、自分に正直、自分に素直だったらそれでよくって、ね、相手に嘘つく必要はないねんけど、うん、自分に嘘がない、自分に正直って、うん、自分に素直に生きて、とってもいい、うん、うん、それこそいい方の言葉だな。いいよね、うんうん、なるほどね、うん、そうか。なんか一番近くでさ、うん、自分を責めて、うん、自分を監視して、うんうんうん、自分を縛ってんのは自分やからその監視人を、うん、あの解放すんねん。そうだね。そしたらもういないから、うん、自分縛る人、うん、周りから言われてるさ。なんで怒れるようになったの？ん？なんで怒り、怒りを出せるようになったの？なんでだったかな。あ、それも結局怒ったとこ、うん、怒るようなことが、出来事が起こるやん、うん、怒りの湧く出来事が、うん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 、その時にそれを、出さずに抑えようとしたわけ。はい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 、はい、で、あ、これは自分の本音を生きるとか正直とは違うなって思ったから、うん、その怒りを怒りのまま、うん、あの認めて出すっていうのを始めたんだよね。はあ、ちょっともう一回言って。なんか怒りが湧いた時に、うんうんうん、常に抑えるのが癖になってて、うんうん、自分が怒らないように抑えるってさ、いや、リフレーミングするっていうか、うんうんうん、いや、これは結局、あ、そうそう、いい解釈する、いい解釈し直すってことだよね、うん、それみんな結構やるよね、うん、いつか学びになるとか、うん、とかね、うん、うんうん、まあ、今回必然の流れだったみたいなね。そう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 、うん、そうじゃないと、うんうん、やっぱりそのうんうんうん、怒りは怒りでなくても全てそうやねんけど、うん、発生してしまってるものは出さない限り終わらないっていうのも気づいたんだよね。なるほど、なるほど。ずっと持ってるんと一緒なんだ。それ難しいね。そうだね。よいしょ、ちょっと位置を変える感じ。うん、うん、それで出すようにした。そう、うん、あ、いいよ、出すようにしたんだよ、うん、それ、まあでもそれ徐々にそれをやっていったら、うん、いつの間にか、あ、笑えるようになったって思ったんだよ。あ、笑えるようになってた。うん、そうだね、もうその解釈し直したりとかっていうのはやめるってことだね。やめた、うん、あ、なんか正しくあろうとかいい人であろうも全部捨てた。なるほど。あ、そうだね。
してたっけ。いい人であろうを捨てた感あるね、あやちゃん。ある。うん。あとなんかもう本音しか口にしないと決めた瞬間があって、うん、お、それはいつ。3、4年前。すごいね、そんな鍛錬をなされてましたか。その時に、うん、そしたらそれまでよく会ってた友達に会うても喋ることなかった、うん、それだからいかに自分が相手に合わせた相手が欲しいであろう言葉を喋ってたかを分かって愕然とした。それは愕然とするね。うん、喋ることがないってなった。それをさ、うん、あの瞬発力で喋っちゃわずに、うん、ああ私喋ることがないって黙って、うんって認識できたのがすごいね。あ、だからこれでも友達関係は全て失うかと思った。でも喋る、うん、ることがないって分かるって分かるってすごいね、うん、ないんだもん。だって出てこないんだよ ね、 ね、本音でってなったら。そうなのね、うん、なんかすごいね、面白すぎるね。もうあれだよね。そう、でも友達一人もらなるかもしらんけど、うん、これまで私が自分が作った仮面の偽物の私に沿った、うん、おお急に急に映っちゃったね、うん、映っちゃいましたね、うん、なんかその偽物のさ、うん、人に合わせた仮面で作った私で、うん、あの関係性を作っていっても、うん、もうそれ偽物でしかないから、うん、相手にとっても、うん、それよりは気に入らん私でも、うん、本当の私でいた方がいいよねと思って、うん、そりゃそうだね、うん、それで嫌だったら離れたら仕方ないし、うんうん、それでも残ってくれる人は本当の私でも一緒にやってくれる人やから、 その人だけ、まあゼロかもしらんけどやってみようみたいな。いやでもさ、その結果さ、うん、このあやちゃんと私みたいなさ、うんうんうん、なんかあれ頭の中の言葉そのまま言えるぞみたいな。言えるよね。なんならそのテレパシーが発生してるよね。そうだね、うん、シンクロとテレパシーが半端なくなってしまった。それってやっぱりでもその本当の私で言う本音しか言うの、うん、なんつったっけ、本音、本音しかもう口にしない。すごいこと言ってますよ。このご時世で本音しか口にしないってお茶を飲みながら言ってます。口にできないことはもう無言でおります。そうだって、そう、ほんと最高だね。そうなの、うん、そう、沈黙が怖かったけど、沈黙は怖かったですか、あやちゃん。沈黙は、うん、あ、それは、うん、沈黙になる前に、うん、もう友達ゼロになってもいいって覚悟したから。なるほどね。沈黙になってるけどゼロになるかもなと思いながら、しょうがないなって思って。なるほどね。うん、しょうがないよね。でも最強の友達だもんね、自分が。そうだね、自分が最強の友達やな、一緒におる。うん、うん、もう私さえいれば大丈夫みたいな半分あるよね。ある、あったよね。まあその、そう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 、うん、上辺でしか会話ができない友達がいなくなっても、うん、もう私さえいれば大丈夫みたいな、うんうん、でもその心強さ半端ないよね、うん、心強い ね、 ね、まあ、そのなんていうの、上辺の友達っていうのは、うん、自分が上辺で接してきたからこその、その上辺の私しか人に見せてないわけやから、それに沿った関係性が出来ていくの当たり前よねっていうか。そうだね、私に全て原因があったっていうか、うん、そこに別に悩んでなかったんやけど、うんうんうん、そのそれそれ楽しかったんやけど、うんうんうん、自分が本音だけで生きたいと願ったから、うんうん、それを今までしなかったってなったから、うん、そう変わりたいって思っただけなんだけどね、うんうん、それすごいことですよ。そう思っただけ、それすごいです。そうかな、うん、はあ、なるほどね。いやでもその、私は本音しか口にしないと決めた、うん、ってすごい決意だね、やっぱね。そうだね、うん、だからなんか、うん、
なんだろう、伝え方っていろいろパターンは作れるんだけど、うんうん、そのなんていうかな、嘘はつかない、うん、で、なんだろう、今もっとさ、うん、あの自分が自分に嘘をつかない正直であるっていうのをずっとやってきて、うん、今またちょっと新たな、うん、あの領域で対話、人と対話するのをすごい学ばせてもらったから、うん、保存しますよ、うん、なんかなんだろう、人に自分が今までは自分に正直に生きるっていうのをずっとやってたんだよね、うんうんうん、今度は人にその自分の本音をそのまま伝えてみ る、うん、てみるで言いっぱなしじゃなくて相手のも聞いてみるっていうのを最近あ2段階目に入りましたね。そうはい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 、できるできて、うんうんうん、まあ、練習なんだけど、まあ、トレーニング中だけど、うんうんうん、なんかそれができるようになると、うん、もう一気に世界がやっぱ広がるっていうか、あそうだね、もうすごい自由自在感が出てくるね。そうなの、うん、いろんな人と一緒に いろいろできるし、うん、自分がストレスを抱えてた人間関係が、うん、今度は楽しみを生み出してくれる関係に変わっていってるっていうかね。今あやちゃんの周りにいる人みんなあやちゃんを尊重してくれてるもんね。尊重してくれてる人ばっかりで、あやちゃんのユニークさをなんか笑って面白がって期待してくれる人しかいないよね。いなくなった。しっかりしろとか誰も言わなくなったもんね。あできないって言われてもらったと。よかった。諦めた。そう、うん、だその最初はもう本音しか口にしないっていう決意で自分に正直、うん、自分に嘘をつかないを徹底する時期があって、うんうん、でもうなんならこの人には 言っても分かんないだろうかなって口を閉ざしているっていう時期もあって、うんうんうん、そっから、うん、あのこの人にちょっと言ってみようかなみたいな、うんうんうん、で相手から何返ってくるのかもちょっと聞いてみようかなみたいな、その交流よね、うん、交流が生まれるのが第二段階で、うん、それあの一気に一足飛びにやろうとするとちょっとなんか難しかったりやっぱりダメだなとか、うんうんうん、まあ建前の楽だなみたいな感じでなっちゃうけど、うん、それなんか丁寧にやるっていうのいいね。そうだね、だからタイプがあると思うんだよね、うん、私は割と自立して一人でも生きていきたいタイプやから、うんうん、たとえ誰もいなくなったとしても、うん、自分が自分正直でありたいを、うん、あの意固地に突き通すタイプだったんだけど、うん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 、確かに人と一緒にいるのが大事な人もいるから、あそっか、なるほどね、そういう人は、人との間で交わしてる会話にだいぶエネルギー費やすと思うんだけど、うん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 、それを、自分の本音を本音 100% に変えていくっていう方が大事かもしらんな、うん、自分の本音 100% に変えていくね、その場でね、そう、そう、うん、そう、人に伝えることをね、うん、そうだね、うん、それやってみ、それやってみよう、それやってみようというかもうみんなで、みんなで、いやなんかさ、いやそんなあのもうもはや本音を伝えられない人が周りにいないけど、うん、でもなんかこう、うん、新しく出会う人とか、私だってレストランとかでも、そうなの、あやちゃんとかもレストランとかでもさ、私やっぱりなんかあれだったな、初めての店員さんとか、うん、ついあれ今すごい上辺の会話しちゃったなははって思うようなことがなんか先週思ったんだけど、うん、あやちゃん お店の人にも本音よね、本音アレンジの要求とか常時するもんね要求しかしてない、要求しかしていない、すごいよね。これめっちゃ言うねんけど、うん、なんかかき氷とかさ、うん、メニューで、うん、そのかき氷の上にあそこたっぷり乗ってて、うん、白玉が例えば2つとか3つとか乗ってて、うんうん、私あんここんないらんねんみたいな、うんうんうん、白玉なんなら増やしてほしいみたいなそういう風な思うわけ、メニュー見た時点で、うんうん、で、店員さんオーダー取りに来て、うん、すいませんあのですねって言って、うん、私あんここんな
結構いらなくって、うん、なんなら白玉方が好きで、うんうん、あんこ白玉に変えれますかもう魔法みたいなあんこは白玉に変えられますか変化魔法みたいな感じの、うん、ただあの店員さんによっては、うん、すいませんそれできないんですよ、うんうんうん、もう無理でっていうこともあるし、うん、あ聞いてみますねっていう人もあるし、うんうん、吹き出す人もあるしどんだけ白玉好きよみたいなバランスみたいなね白玉そのままであんこだけ抜けますって言われる時もあるそういう意味じゃなくてみたいな それならあんこある方がマシやなみたいななるほどね。それ帰ってきたらあ、うん、それだったらあんこあってもいいですって言ってくれるとか、うん、なるほど。なんかもう初めはなんでそうなっていたかっていうのは、うん、メニュー見た時に私あんここんないらんねんよなって思い浮かぶやん、うんうんうん、でもそれまでの私だったら、うん、でもまあこのメニューやかしゃあないかってオーダーしてたのに、うん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 、だけどあんここんないらんしなって私思い浮かんだよなと思って、うん、これを出さんと、うん、持ち越すん嫌やってなって、なるほど、あ残り1分55秒あらそうなんだ、うん、まあまあなんかそれ急にしまいやいや閉めないとなんかその、うん、言ってそうそう思い浮かんだことを出さないと嫌だっていうので言い始めたら、うん、それが お店の人からは結構コミュニケーションで喜んでくれたり笑ったりとか、うん、あとなんかやけにいろんなとこで大事に扱われ始めた。外人かっていうぐらい要求するか初めて書いた店で。まあ、そのリスペクトが感じるよね、自分へのリスペクトがね。あ、そう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 、うん、なるほどね、うん、いやめちゃめちゃ面白かったな。面白かったね。ちょっと、うん、またあやちゃんとの配信を、うん、やろうかなと思っていますので、ありがとうございました。楽しかったです。皆様ピンクギャラクシーテンプル、ギャラクシーピンクテンプルまたインスタもなのフォローしてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。それではおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。はい。は